はい、この時間はゲストをお招きしています。本日東証一部に新規上場した証券コード7959株式会社オリバー代表取締役社長大川和正さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すでに名称に上場しているということで、はい、ご存知の方も多いかと思いますけれども、事業内容からご紹介いただけますか。はい、当社はインテリアの会社なんですが、事業内容はですね、ホテル、商業施設、オフィス、病院といったですね、幅広い施設の家具インテリアを製造販売いたしております。この写真ご用意いただいたようなものをですね、はい、はい、では次に、はい、特徴といたしましては、ほぼ B2B ビジネスであるということ、それから、お客様の問題を積極的に解決していくということ、それから最適調達、これは海外を含めた調達なんですが、こういったものをですね、すべてパッケージにして、インテリアでお客様のビジネスをソリューションしていくという企業でございます。それもう一つ、はい、ありましてですね、今申し上げたようなソリューションビジネスを、こういった幅広い市場、これ人間が自分の家を出てからですね、外に出て、会社に行ったり、ホテルに泊まったり、病院に行ったり、ショッピングをしたり、これ全てのですね、あとチェーンストアといって飲食チェーンですね、はい、飲食店チェーンさん、一日皆さん大体経験されることが、この中の市場すべてでございまして、本当に人間が一歩家を出てから滞在するすべての空間のスペシャリストであろうということでございますので、どの分野が下がってきてどの分野が上がってきてということにすべて対応できるという意味では、成長可能性のある市場を持った会社だと思います。バランスがいいということですね。そうですね、ありがとうございます。では業績について教えていただけますでしょうか。はい、近年ですね、順調に、左側の売上のグラフにございますように、順調に右肩上がりで推移いたしております。利益についてもですね、基本的には増収増益基調ということでございます。利益の方がどうしても上下がありますのは、当社やっぱり為替とかですね、いろいろ建築の費用とかそういったものに多少の左右はございますが、順調的には近年成長を続けている企業でございます。わかりました。はい、では御社の強みということでいくつか挙げていただけますでしょうか。はい、こちらにスライドにありますようにですね、当社も最初は創業期52年前なんですが、カタログを作って、家具を代理店さんの皆さんに販売していただくと、全国でですね、そういった家具備品をカタログで売るという非常に分かりやすい、ビジネスモデルで創業したのですが、平成に入り、それから令和にかけてですね、ここにありますようにどんどん、その形を変化させて、お客様の作りたい施設、これの どんな施設であろうと、それをいろんなご提案をしてソリューションをして、それを世界、日本も含めた世界からですね、最適な製造国で特注であろうがカタログ品であろうがご用意するという、そういうビジネスモデルを持っております。これが非常に強みになっていると思うんですが、こちらでよろしいですか。そうですね、はい、こちらにありますように、もう一つ、強みといいますか、強いということをですね、ちょっとグラフに表してやるんですが、この右じゃないですね、ごめんなさい、緑の線が、これが民間非住宅着工床面積ということで、要は簡単に言えば住宅以外の、建築面積ですね、日本全体です。はい、これは近年もう、横ばいになってきておりますね、はい、でも当社の業績は右肩上がりでそのまま上がっていると、はい、これはそのビジネスモデル転換ということでですね、より時代に対応した、よりお客様のニーズに深く入っていったビジネスモデルに変わっているからだと思うんですけれども、こういった形で、ただの床面積に比例する会社ではないということですね。それからもう一つですね、はい、当社の特徴なんですが、インテリアで IoT というと皆さん
キョトンとされるんですが、これ実際に、左側は、今年の5月、働き方改革エクスポ2019ということで国際展示場で出展したんですが、はい、スマホのボタンを A とか B とか押すとですね、その決まったレイアウトに家具が自分で動いて、移動するというデモンストレーションを、ね、行ったんですけど、はい、まあ、これプロトタイプなんですけども、すごい人だかりでございまして、こうやっぱりこういうものを、世の中求めているんだなということを感じました。まあ、こういったことに取り組んでいると。それから、はい、右側はもうホテルレストランショー2019年の2月に出展いたしましたが、これもですね、ホテルの概念をちょっとガラッと変える提案なんですが、はい、これもスマホを操作しますと、この右側にありますような写真の部屋が、あのレールに沿ってベッドが天井までぐーっと上がっていくと、あ、はい、そうするとその下にちらっと見えますけども、ソファーが置いてありますが、はい、ベッドルームがリビングルームにボタン一つで変わってしまうということでですね、これは未来の宿泊施設のに対する一つの提案なんでございます。一部はもうテスト導入をですね、ご計画のお客様もいらっしゃるんですが、こういったですね、普通ただ家具ただ内装ということではなくて、そこに次世代のですねデジタル革命をに対応するいろんな挑戦を行っている会社でございます。これも強みの一つですね。あ、はい、働き方改革ですとか、そのインテリアがそういう社会的なテーマにかかってきているということなんですね。はい、では、今後の成長戦略についてもお伺いできますでしょうか。はい、まあ、成長戦略、例えば今までお話ししてました施設家具ということですと、我々推定しておりますこの左側にあります1000億というのが大体業界の見方なんですが、まあ、そこではもうすでに200億以上ビジネスをしておりまして、これだともう、視野がなかなか伸びないんじゃないかという悩みが実は十数年前から当社に、そういった悩みがございました。で、まあ、近年ですね、先ほどお話ししたような働き方改革ですとか、それから、重機のビジネスも今やってるんですが、こういったものの市場を調べますとこんなに広いと、ここでまだまだシェアがここに 右上にあります 2% とかですね、1% のシェアしかないと、まあ、2% で今オフィスで60億ぐらいなんですが、これはまだまだ成長余地があるなという、うん、まあ、今言われている市場の再定義ということをですね、近年行いまして、順調に拡大しております。次のページお願いします。はい、オフィス市場の場合はですね、まあ、従来 の, そのスチオフィス業界というのはスチール業界とか言ったりするんですけども、鉄なんですね。で、私どももともとホテルや、おしゃれなレストランの業界から来ましたので、こういった写真にあるようなですね、おしゃれな働きやすい、緑のあるオフィスをお作りしてですね、今の言われているテーマ働き方改革、それから、カフェオフィスとかリビングオフィスとかですね言われております。あるいはコーワーキング、シェアオフィス、こういった今言われているいろんな要素を取り入れたですねオフィス作りが得意でございまして、これは企業様のリクルートの効果も大変、ありますので、こういったことで新しいオフィスのあり方をですねご提案していくビジネスが今一番、成長率の高い市場でございます。それからもう一つがですね、重機市場と、はい、これもやっぱり世の中で言われている、省力化省人化、それからインターネットの拡大によるインターネット販売の拡大によるですね、来店動機の減少、これをですねインテリア性を高めて、こういう高いカバンを買うには、カバンって言わないですバッグですねこういう高いバッグを買うにはおしゃれな施設のおしゃれな店に入りたいわというニーズがございます。まあ、こういったものをですね、我々がなかなかそういったものを頼むメジャーなサプライヤーがない業界でございますので、まあ、ここで大きくビジネスをやっていきたいというふうに思っております。わかりました。はい、では最後に、投資家の皆さんに向けて社長からメッセージをお願いします。はい、施設インテリアのを考えたときにですね、
まず真っ先に相談するのはオリバーさんかなと言っていただけるような信頼される企業にしていきたいと思っております。投資家の皆さんの応援をぜひですねいただいて、今後も成長していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、この時間は株式会社オリバーの大川和正社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。